が昇り、日が沈む。月が昇り、そしてまた日が昇る。今日という日を目いっぱい生きると、明日という一日が始まる。日本は周りを海で囲まれた島国。川が流れ、新鮮な湧き水がある水の国です。この水がクリーンで永続可能な未来の重要なエネルギーとして今注目をされています。クリーンなエネルギーにはどんなものがあるでしょう。ここは岡山県の倉敷。この学校ではちょっと面白い実験をやってるんです。スポーツジムの機械を改造した人力で電気を作り出す機械です。一人だと300ワットぐらいが発生できるんです。板野先生は人力発電を通じてエネルギーを作り出す大変さを楽しみながら体験してもらおうと考えています。人間の力で作り出すエネルギーはとってもクリーンなんですが、ちょっと汗臭いかもしれませんね。先生が加わって4人で一生懸命漕いだら1200ワットぐらいが発電できました。でもずっと漕ぎ続けるのはちょっと大変ですよね。作り出したエネルギーを実は貯めることが大事なんです。地球上の表面の 70% が水なんですね。どこにでもある。だから水さえあれば世界中どこでも電気や燃料が作れるんですね。確かに水はたくさんあります。水がエネルギーの原料ならば使い果たしてしまう心配はなさそうです。自然エネルギーとか電気って貯めることができないんですよね。水を電気分解して水素に貯めておくことで、いつでも自分たちの使いたい時に電気にして使うことができるんですね。この水素エネルギーの技術というのはですね、今やってる少しのことでも100年後、200年後には間違いなくという技術ですので、この技術は変えることはないんです。中島さんは水素を電子にして蓄える水素吸蔵合金を使った燃料電池を開発しています。効率は蓄電池の8倍高いそうです。未来の話じゃなくて、この技術は今すでに使われているんです。化石燃料を使わずになくならない水や自然エネルギーだけで暮らす明日を選ぶことができます。